よし、今回は、聖獣の鋼の守護聖のエルンストを振ります。いやー、私この昔のエルンスト2のエルンストならもうまあ間違いなく大好きなんだけど、エトワールのシナリオにあんまりなんか信用してないから、だからエルンスト、このエトワールのエルンストちょっと心配なんだよな。お待ちしていました。あなたの姿が見えない間はここで無事を祈るばかりでした。お会いできて本当に良かった。まあこれはこのセリフはまあ大丈夫です、全然普通。これは3段階目の執務室の3段階目のセリフですね。さて、まあじゃあとりあえず来たらとりあえず話そう。とりあえずじゃあ鋼の守護聖について聞いたかな、このゼフェルについて。ゼフェル様ですか。あの方は優秀な頭脳に似合わぬ粗暴な言動、誠に残念という他ありません。そんなこと、まあまあエルンストそんなこと言う。もうちょっと控えめな人かと思ったけど。まあまあでも、まだ他にご用件はありますか。ストレートなのはまあそうかもしれないけど。お帰りになってしまうのですね。あなたは多忙な方ですから仕方ありませんね。またすぐにいらしてください。いやそんなすぐじゃねえよ、明後日だよ。明後日デートの約束したでしょ。こんな風にまあエルストとはもう初デートをしたから、だからまあまあとりあえずデートは見せます。この恋愛段階がない時のデートも見ます。じゃないと尺が足りないかもしれないから、まあ、まあ土曜日はもう寝ていいんだよね。まあ明日が程度だから。もう本当ならもう直接恋愛段階1段階目2段階目3段階目だけ見てもいいんだけど、まあ一応ね、その振る時の回はあの1動画1キャラだからちょっとは尺を伸ばしたい。だからこの恋愛段階イベントがない時のデートも一応見せます。これは結構好感度高い時のデートですね。こちらです。まあそういえばそうか、前回オリビエ、今回エルンスト、両方とも中の人がときめも GS シリーズにもいましたね。 いますね。いえ、あなたは時間通りです。私の方がそのあなたをお待ちする時間さえ幸福に感じてしまうだけのことで。これはまあこれは可愛い。でもそのなんていうかさ、その可愛いのはいいんですよ。でも可愛いだけじゃないとダメなんですよ。なんかよく恋愛ゲームの乙女ゲームのなんか年下キャラってよく可愛いだけじゃダメなのかなみたいなことを言うけど、可愛いだけじゃないとダメですよ。このエルンストこういうこと言うけど、でもなんか他のイベントでいきなりプレイボーイになるから、なんかそこがなんか良くない、このシナリオ良くないところ。一貫性が欲しい。もうなんかオスカーならもうもともとそういうキャラだからしょうがないけど、エルンストこの路線ならずっとこの路線を保ててほしい。もうキャラクターは崩壊しないでほしい。よし、じゃあどこ行くか。あのなんか植物園が好きだから植物園行こう。ここはスキップでいいだろう、こういうなんかなんてことないセリフ。わあ、それは素敵ですね。まさかそんなに植物園が好きだとは。なんかゲームなんかハイテクなところが好きなのかと思ったよ。前にもご一緒したことがある。前にもご一緒したことがあるなら、もうイチャイチャクイズできるんだ。では二人にしかできないお話をしましょう。なんかあなたは私のどんなところを気に入ってくださっていますか。なんか
この質問もなんかこのスラスラ言うのもなんかちょっと違和感あるな。なんかちょっとな、なんかもっと照れながらちょっと厳しい、なんかやっぱりなんかなんていうかさ、なんか照れる照れないに厳しい私。エルンストのいいところはなんか純なんかなんかまあ真面目堅物でピュアなところだよ。ないな選択肢。これ見た目、これ二つは見た目の話で、で理知的な非対、これもえある意味見た目の話じゃない、え私これよくわからん、なんか、うん、青い瞳はまあ普通理解できる、あ繊細な長い指もまあまあわかる、まあ、主人公テフェチかもしれないけど、でもこの非対を理知的という形容詞でなんか形容するのちょっとよくわからないな。これよくある言い回しなの？これ私が知らないだけ。理知的な非対で何？非対が広いと理知的に見えるのっていう。ちょっとこの選択肢がなんかよくわからないんだよね。このちょっとなんかまあ意味わかるけど、でもなんでこの理知的と非対が組み合わさっているのかよくわからない。私エルンストの理知的な非対が好きなの。なんか照れないのちょっとない、なんかちょっと面白くないな。本当ですか？私も自分、お前まさかの自信あり、自分の頭部のラインはなかなか良いと思っています。どういうキャラ、研究者らしいというか、あだから研究者らしいから好きなの。エルンストの、あここはちょっと主人公いいこと言った、エルンストの純粋さと知性が現れていて、そうなの？非対でそんなことが表せるの？私ちょっとそこがよくわからないけど、非対を注目、あんまり非対に注目したことないな。ありがとう。あ、やっと照れた。ただ、守護星にふさわしい風貌とは思えないのですが、いや、全然ふさわしいじゃん。何がふさわしくないの？理知的な守護星、当然普通にいるやろ。そんなことないよ。守護星になられてから前よりももっと素敵ですもん、主人公。責めてる。ちょっとなんか、褒め殺ししようとしてる。ああ、でも反応ないか。歩き疲れたのではありませんか。憩いの園で休んではどうでしょう。いや、喜んでいい。そろそろディナーの時間でもあります。食事をするのもいいですね。では、行きましょうか。まあ、なんかリストランテトロが好きらしいから、そこに行こう。キープスキープ、リストランテトロ。好ましく思っています。なんか普段のセリフはいいけど、なんかちょっと、なんか恋愛っぽい展開になる時がネックだな。このエトワールのシナリオライターさんってなんか恋愛っぽい展開になるとなんかみんな同じ一律になる、そういう傾向があるから。なんかいつ、まあでもこのゲームに限った話じゃないけどね、そもそも。うん。何を、まあ私、海産類が好きだから。ボンゴレビアンコにします。まさかの私もよく注文しますよ。実は私もなんか同じものなだけで照れた。いや、そういうところはいいんだけどな。私もあなたと同じものを選択していたのですが、差し支えないでしょうか。そういうところもっと出して。じゃあ、あ、でもこれプレゼントしたことあるよね。なんか、レアメタル。めっちゃ好きなレアメタル。お渡ししようかな。これは、ご存知だったのですか？これが私にとって特別な意味を持つということを。だからどういう意味？思いがけない幸福に私の心は震えています。何度でもお礼を言いたい。わあ、ちょっとあくび出た。それではここを出てもう少し歩きましょう。次は好きなところはまあ特にないけど、とりあえずどこでもいいね。でもな、一応下調べしたことあるところに行こう。自然の園の入り口です。さあ、どこへ行きましょうか。いや、あえて誓うところ。虹のなんかチャレンジしよう。
氷か、まあね、一の小川はあんまり行かないから行こう。うん、あなたがお望みならお付き合いしますよ。まあ、特に好きでも嫌いではない。せせらぎの音だけが聞こえるこのような場所へ出向くことになるとは思いませんでした。あなたには叶いませんね。喜んでいただけて、なんかそれ言い方ちょっとな、なんかエルーストなんかキャラブレブレじゃねなんかちょっとなこの虹の小川のことどう思う。夏の小川は涼しげでいいですね。名前の通り虹が立ったらもっと気分が出るのでしょうが、あ、なんか噂によるとなんか簡単に出るぞここ虹。わあ虹が見たい。大きな水しぶきを上げれば付近に虹が出現するはずです。もちろん太陽の光が十分な時間帯であればですが。ワクワク、やってみようかな。今小魚の影が見えました。川の中には生き物もたくさん、住んでいるようですね。どんな生き物がいると思いますか。川の中にはでもお魚ちょっと普通すぎない。ホタル、カニカニか。川にいる、でも川水の中かな。まあ一応まあある意味か。でもカニ選んでみる。いやなんか、あ、確かなんかホタルが正解だった気がするけど、カニ。最近カニタンク使ってるから。きっと小さなカニがいると思うよ。そうですね。上流の、沢には確実にいるのですが、この辺りではどうでしょう。探してみますか。はい。わ、普通まあまあだった。それではここを出てもう少し歩きましょう。まあまあまあ、これでいいよ。なんか帰らなければいいよ。あ、どこに行こうかな。あ、なんか毎回実は彫刻展、え、サールベルソ、いや違うな。その昔前にエルストのスチルを見た時はあのコンサート会場だから、こことはちょっと違う。行ったことないところに行こう。この民族音楽の演奏会場、初めてです。どう思う？正直言いまして、かなりマニアックな世界だと思いますよ。そうでもなくない？ですが、何事も経験することは人生を豊かにする要因となり得ます。マニアックですか？全然そうとは思えないです。普通じゃない、結構。そうです。いや、違う。しかし、価値がないと言っているわけではありません。単に一般性があるか否かなも、そうでもなくない？ちなみに私は嫌いではありませんよ。なんだ、最初からそう言ってくださればいいのに、変な心配しちゃったわ。このような音楽は民族の文化と共にあるものです。この場所で音楽だけを切り離して聞くことに、あなたは意味が、ずっと意味の話しかしてねえな。まあ、多くの人に知ってもらえるんじゃねえ？知るしきっかけになるんじゃねえ？確かにおっしゃる通りです。何事も最初の一歩がなければ、その後の発展はありえませんからね。まあ普通の話した。なんかな、両方、なんかまあまあ、まあまあ、まあまあしか選べないな。よし。こう、なんか湖に行くかな。ああ、すっかり遅くなってしまいましたね。あなたを船へお送りしなくてはならない時間です。しかし、ですね、その、もう少しだけ、私にお付き合いいただけませんか。まだあなたとお話ししたいのです。ここは可愛いけどね。静かな小道を通っていきましょう。さあこちらです。なんかここのセリフあんまり私好きなのあんまない、ね、なんかここのセリフを書く人なんか人となんか他のところのセリフを書く人多分違うんじゃね。なんかこの小道のセリフはあんまり私に刺さるのなかったな。あなたとこうして並んで歩いていることが全て夢のような気さえします。それほど楽しい一日でした。いいぞ今のところ。なんか確かまた会ってくださいを選んだ方がいいセリフ出る。なんか1と3番はなんか良くないセリフ。まあ、良くないセリフを先に見よう。私帰りたくない。このままここにいたいです。なんという美しい瞳。強い意志の輝きに
吸い込まれてしまいそうな。そこがな、なんかちょっといきなりなんか何？なんかこのセリフはまた可愛かったのに、いきなりなんか真顔でなんで美しい瞳、これちょっと違くない？なんか私ちょっと私やっぱりエトワールのエルンストには厳しい。なんかちょっとなんか可愛いところもあるじゃダメなんですよ。ずっと一貫性がなければ、そのずっと可愛くなければ。許されるならもっと近づきたい。あなたにその指に触れてもいいですか？まあ、それまあいい、なんかまあ赤面したのはいいけど、なんか触りたがりは良くないな。なんかエルンストなんかそういうことをあんま言わなそうなイメージだけどな。もうアンジェリックスペシャル2の時のあのエルンスト返して。ありがとうございます。どうか少しだけこのままで。まあなんかちょ違うな。エルンスト、まあ赤面はいいけど、なんかあんまり私の中のエルンストはこういうこと言わないな。やっぱりこのセリフはよくない。水音が聞こえますね。でもなんかこのまま森の湖まで歩きましょう。イベントはないはず。なんか回数が足りないから。ほら音楽なし。本当ですね。水面がただ暗いだけでなく輝きを秘めて沈んでいるような。そうかもしれませんね。うん。さてそろそろ帰りましょうか。船までお送りしますよ。ちょっと喋っただけですね。まあ、ここからは前も聞いたことあるけど、今日は一回楽しい時間を過ごせました。あなたに感謝しますよ。執務室だけでなく休日のあなたにもっとお会いしたいと思います。またお誘いしてもいいですか？もちろん執務のお話でも大歓迎です。いつでも訪ねてきてください。楽しみに。あ、いえ、お待ちしていますよ。ここがいいんだよな。それでは。やっぱり小道がネックだな。小道がちょっと、小道のセリフがちょっとなんか良くないな、私的には。なんかエルンストにそういうギャップいらないんですよ。エルンストはそのままでいいんだと思うんだけどな。お、脱足です。たった今、館に戻りました。あなたが隣にいないことに耐えきれずメールを書き始めています。今日一日の幸福をすべてあなたへの感謝に変えて、おやすみなさい。確かに打足だな。タイトル通りだな。ちょっと資質を見よう。お？あら？やっぱりなんかエルストの中高生補佐、エルストとなんか違うタイプっぽいな。ちょいチャラめだな。まあエルストやっぱりこういう人と合うけどな、多分。お、シンプル。ようこそ。この書斎には誰も入ってきません。気兼ねなくごゆっくりお過ごしください。あ、何か飲みますか？女性をもてなすのは不慣れで。あなたの望むことはすべて叶えて差し上げたいのですが。まあ女性をも、まあお客さんと普通のお客さんと同じでよくない？まあちょっと可愛いけど、ちょっとやっぱりちょっと違うな。厳しい。もう最近のこと聞いたことあるんだっけ？よろしい。最近の執務状況についてお話ししましょう。なんか仕事モードになった。新たな守護星同士の連携はまるで劣悪、言語道断です。原因は一部の人間にあります。こんなことでまともな宇宙の運行が実現するのか、頭の痛い限りです。なぜか陛下は楽観しておられますが。まだ他にご用件はありますか？やっぱり星中の宇宙ではなんか苦労人ポジションだな、多分エルンスト。あ、まあこのセリフ同じか。まあじゃあ次は恋愛段階1段階目のデート。多分来週、まあ、データは残ってる。お、こちらです。まあ同じセリフですね。いえ、あなたは時間通りです。なんかちょくちょくいいセリフがあるのが逆になんか
期待させといて結局それかよという感じがして、逆にちょっと厳しくなるんだよな。最初からなんかオスカなら最初から諦めてるから、なんかまだ全然なんかがっかり感がないけど、そのエルストになんか口説かれるとめっちゃがっかりするような、なんかせっかくのエルストがなんか、ね、例えばショタキャラが攻め出すとめっちゃがっかりする、せっかくの可愛いショタがなぜ攻めみたいな、そういう感情です。まあ、私の中でエルンストは昔めちゃめちゃウケウケしくて可愛かったのに、なぜエルなんかなぜエトワールでこうなったのかがなんかがっかりポイントですね。お、エルンストは私のどこが気に入ってる？髪？瞳？声？全部なんか見た目とかなんか外の話だな。瞳大体こういういやなんかえかなんか髪が正解っぽかったぞ。え、正解ですよ。なんかちょっとな、なんかとても可愛らしくて太陽の下でキラキラ輝くのが眩しいほどです。違うな、なんかちょっとこのセリフを言うのはエルンストじゃねえな、違うな。エルンストじゃないな、お前誰。なんかこの返し方もなんかエルンストっぽくないな。そんな気の利いたこと言えるのかよエルンストって。もっといろいろなあなたの魅力を知りたいので、ぜひ別のスタイルも見せてください。なんかちょっと違うな、エルンストそんなこと言わないよ私の中では、ね、歩き疲れたのではありませんか。憩いの園で休んではどうでしょう。なんかやっぱりトワールのエルンスト違うな。でも違うのに時々可愛いセリフも言うから立ちが悪いよな、さっきも言ったけど。まあまあまあこれは真面目にやるから、あ、前回話してなかったからここで、あ、一応な、え、あ、でもエルンストの話、いや、じゃあ まだちょっと、え、まあまあまあこれ選べば安全、まだイジャイジャクイズした方がいいか、ゲージちょっと足りないかもしれないから。ではあなたに関するお話をしましょう。私はあなたのどんなところを気に入ってると思いますか。またそれか、前は髪、じゃあ今回瞳、この目のあたりとか、ああ瞳もなんかそのなんかそのそんな表情で、ああ瞳も素敵ですね、お前どこのホストかよみたいな、なんかおかしいな、エルンスト意志の強さと優しさがなんかそういうなんかそんななんかペラペラそんなこと言えるの、ちょっとエルンスト全然エルンストっぽくない。前アナがオリビエ前回なんかエルンストに対してなんか社交性は最低レベルとか言ってたけど、こんな男が社交性最低レベルなわけないじゃん。やっぱりエトワールのエルンストちょっと違うよ。わ、この質問か。今考えてるのは、じゃあ次の休日のご予定ですか。あ、あなたには隠し事ができませんね。今があまりに楽しいので、つい来週もと考えていました。なあ、社交性ゼロじゃないぞ。今お約束することはできませんが、まあシステム的にね、あなたさえよろしければ連絡してください。待っていますから。違うな。ずっと違うじゃん、このエルンスト。まあその待ち合わせの時はエルンストだったけど、いきなり違うな。ここも一応2回目以降だから、以前にも見た。じゃあまあまあ多分ゲージ足りてるから今回ちょっと違う話、ご自身のことをお話してくださいませんか。そういえば最近は音楽をよく聞きますね。え、どんな音楽？広大で奥の深い宇宙を思わせるような音楽に、なんか抽象的だな、精神が解放されるのを感じます。そういう時は試作も進むのですよ。とっても素敵なことだね。好きな音楽が見つかっていいなと思う。私にも聞かせてね。ええ、喜んで。何このノリ。主人公いきなりどうした。これ今なんかコンサートに行ってるファンじゃないぞ。なんかコンサートのなんか観客席でなんかうちわ持って応援してる人みたいになってるぞ主人公。なんか
なんで、なんで主人公、なんでエルンストに対していきなりこれどういう流れって、普通の会話なのに、なおかしいぞこれ主人公ここ、なんかそんな大したことない会話なのにめっちゃ突っ込みどころあるわ。さすがにこれちょっと、しかしですね、ここ可愛いけどな、あなたとこうして見たことある。じゃあこれ前回はなんか良くないセリフ見たか、ま、見たけど、確かこの真ん中のはまだマシ。ええ、今私のうちには言葉にできない不可思議な感情があり、決して不快なものではありません。むしろ追ってみたいような。これさ、前回のより全然いいよこれ。でもまあまあ別にすごいいいわけじゃないけど、まあ、L、 まあなんかちょ、なんかくどいてきてないのがいい。あなたと共にあることがなぜこれほどに心よいのか、この気持ちの果てが見えるまでどうか私に確かめさせてください。これはちょっと、これはいいよ。やっぱりなんかここのなんか前回の選択肢のなんかプレーでもいいですかみたいな、いきなり迫ってくるのよくないな。このなんか このくらいでいいよ。このくらいがいいよ。そうですね、二人で。ちょっと違うな、ちょっと水音が聞こえますね。ちょっと囁いたからちょっと違うな。このまま森の湖まで歩きましょう。ちょっと囁き禁止です。お、一段階目来た。神長の宇宙の聖地にも森の湖という場所があります。とても美しい場所ですよ。そして何？いえ、その単なる迷信ですよ。変わった言い伝えがあるのです。言い伝えって、なんか私下調べの時に、まあ下調べの時は全然スキップしまくって内容見てなかったけど、これが正解だとは思わなかったな。全然内容すごく知りたいって言ったらなぜか切れる。物知りなんですねって言ってもなぜか切れるから。あのですね、本当に当てにならない言い伝えでしかないのですが、森の湖の滝に祈りを捧げると心から会いたいと望む者が現れる。そしてそこで誓い合った愛は永遠となると。私が知ってるのは前半ですね。これゲームシステム的にもそれあるから。でも後半は知らないですね。前回もそうか、前回オリビエの時もオリビエが言ったのは後半の、でも後半の言い伝え本当にもう印象にないな。後半のもうなんか伝説の木みたいじゃん。そうなるかもしれませんよ、私たちの気持ち次第では。ちょっと違うな。あ、いや、私は今何を、すみません、どうかしていました、忘れてください。ちょっと挽回した。もうさっきちょっと違ったけど、まあ、ここでちょっと挽回した。お前いつもそれ言って。お前変なこと言った後いつもそれ言って。そのセリフ。夜もだいぶ更けてきました。もう船までお送りしないといけませんね。さあ行きましょうか。ああ、一段階目はなんか言い伝えの話だっただけか。あ、でもまあ最後ちょっと可愛かったけど。まあまあ普通だな。今日は楽しい時間を過ごせました。じゃあ二段階目に飛ぼう。感謝しますよ。土曜日の獅子座だ。これは驚きました。まさかどの曜日にあなたが訪ねてきてくださるとは。エルンストその表情を多用するよな。このゲームだいたいなんかいつも何かを多用してる。オリビエだとウィンクを多用してる。まあ赤面側はどんどん多用していいけど。どうぞおかけください。散らかっていますが、今日は使命のお手伝いはできませんが、心配事があるなら伺います。まあ、ちょっと赤面が見れただけですね。そうですか。何の話？2段階目は。そう言っていただけるとお連れした甲斐がありますよ。一度あなたに申し上げねばならないと思っていたのですが。何を？感謝しています。私のような人間が
守護聖となって執務だけに没頭する日々が続いていたとしたら、あるいは精神の均衡を失っていたかもしれません。あなたという存在が今の私を支えてくれているのです。もうめちゃ仕事人間だから。昔もアンジェリックスペシャル2の時もそういう感じだったね。うん、そう、まあ主人公やっぱりな、謙遜するんだ。いえ、頼ってください。あなたに必要とされることで私は生きる喜びを感じるのです。まあ、このセリフはまあちょっとまあドキドキ M っぽいセリフ言うよな、エレンソって。でもな、でも一貫性がない、なんか今は良かったけど、今はいいけど、この後がな、なんかどうなるかわからんもんな。なんかいきなり変なこと言うもんな、エルストって。そう、できるならば守護聖としてではなく。まあ私も同じ気持ちです。嘘ですけど。え、あ、それはもしかして。え、どういうこと。はい、実を言うとエルンストが守護聖かどうかは私にはあんまり関係ないんです。え、何のこと。できるならば守護聖としてではなく、守護聖として必要とされることではなくみたいな。あんまり関係ないんです。初対面の時は研究員でいらしたし。確かにそうでしたね。あの時からあなたはずっと私を見守っていてくれた。私がどんな人間かもご存知です。あの夜の街で泣き叫ぶエルンストが見れなかったのは良くなかったなあのシーンはスチルで見たかった。エルンストがどんなに素晴らしい方かよく知ってる。だから私の方こそどれほど心強く思っているか。それは私を、私自身を必要としてくださるということなのですか。これからもお世話をかけますけど、ほんのちょっとでも私を頼りにしていただけるように頑張ります。あなたはなんと素晴らしい方なのでしょう。何のハードマン。ああ、すっかり話し込んでしまいましたね。何の話だこれ。もう遅いですから帰りましょうか。何の話。あなたのお部屋までお送りしますよ。個人として必要としてくださいみたいな、なんか気晴らしさせてくれてありがとうみたいな。まあ、なんかよく赤面してるけど、なんかうーんって感じだったな。あれ、今日は楽しい時間を過ごせました。あなたに感謝しますよ。確かに悪くないけど、特にこのなんかこよ生きるよ、なんかでもさ、このいいけどなんかちょっとエルンストっぽく、なんかさ、なんかやっぱり昔のエルンストここまで言わなくない、なんかちょっと違うな、なんかもっとくじべたで、なんかちょっと違うな、やっぱり違うキャラクターだな、なんか昔と。執務室だ。じゃあ三段階目と告白一気に見よう。三段階目はどうなる。二人でこの湖に来るのってもう何度目でしょう。4回目かな。大切な思い出がたくさんできた。そうでもないぞ、普通だぞ、喋っただけだしな。ええ、私にとっても忘れられない思い出ばかりです。星空の下でさざめく湖と、あなたのきらめく瞳と。出た、それそれそれ、やめないなんかおかしいな。なんかオスカが言うならいいよ、オスカはそれ言うもんでもエルンストは言わなくない。なんかやっぱり私のそのエトワールのこのゲームのライターさんのエルンストへの解釈が全然違うな。これ解釈違いだな、このゲームでもなんか例えばこのアンジェリック・エトワールが最初なんか新作の乙女ゲームでなら、まあ、あ、このキャラこういうキャラか、なんかドキドキ照れるけどこういうことも言うキャラかって納得できるけど、でも私昔のエルンスト知ってるからやっぱりちょっと変わったなーって思うよな。なんかこれは新作乙女ゲームじゃなくて、なんか昔と同じキャラクターに会いたい人が遊ぶ人もいるから、なんかやっぱちょっと違うな、なんかこのエルンスト
やっぱりアンチェリックスペシャル2のエルンストのなんかそのちょっとそこまであんまり言わないなんか淡白、もうちょい淡白なところが良かったからな、なんか私的には。大いなる宇宙の輝きは目の前のささやかな風景と等しいものなのだと初めて理解したような気がします。まあ赤面はするけど、まあ、長い間追い求めていたものがすぐ近くにあったとは。ん？まさにそうですね。青い鳥とは幸せの象徴です。ん？天高く羽ばたく軽やかな翼に誰もが憧れ夢を託す。童話に出てくる青い鳥な、ん？青い鳥、宇宙共通の童話なのか。まあまあやっぱりそういうところかな、まあ、アンジェリックってなんか宇宙規模だけどめっちゃ狭いよな結局。基本的にめっちゃ日本的、まあ別に青い鳥は日本の童話じゃないけど、やっぱりなんかめっちゃ地球で日本だもんな基本的に大体。そしてあまりに近くにありすぎて誰もが気づかないもの。あなたの青い鳥はどこにいると思いますか？いや、そのエルンストが青い鳥の話をするのもちょっと違和感あるな。じゃあ目の前にいます。いや、これが正解多分。なんですって？なんですって？ あ、すみません、思わず言葉を失って。それはうぬぼれていいということなのですか？あなたが私だけを必要としてくださると。いや、それはダメだろう。次、今日降るから、この後多分。私はこんな、仕事をするしか能のない、つまらない男ですよ。それでも。いや、お前はそこがいいけど、でもエトワールのお前はそうじゃないじゃん。結構喋るじゃん。エトワールのお前は結構くどくじゃん。そこがちょっと違うな。お前本当に仕事をするしか能のない、つまらない男だったら私は好きのなのに。お前は違うぞ。お前ちょっと違うぞ、今回のお前は。私にとっては輝く翼で夢を追いかける憧れの高みにいらっしゃるが、そこまで言う？それがエルンストなの？そんな風に言っていただいては恥ずかしい限りです。しかし私たちがお互いの青い鳥であり得るならば、それこそがとても幸福なことです。違いますか？主人公、思わせぶりなこと言うな。この後降るんだから。あ、違うな、やり直しだ。夜風が強くなってきました。もう戻らないといけないですね。共通だな。あなたのお部屋まで送らせてください。終わりです。もう一回です。私はあなたを愛しています。いきなり来た、2回目で来た。まあまあここからが、まあ、これくらいなら、まあ、それは昔も言うわ。これは普通の告白だから。まあ赤面はいいけどね。まあそのアンジェリックスペシャル2は全員赤面顔がなかったのがちょっと残念なところでしたから。まあここからだぞエルンスト、まあ、振られた時の反応が一番大事やぞ。初めてお会いした時から眩しいほどに輝いている少女だと感じていました。それはちょっと。それはちょっと、お前今何歳？昔は27歳で、このメルとティムカが成長した後は同じようにその3年後になったから今30歳。その輝きを私だけのものにしたい。この制御不能な熱情にわずかでも希望はあるのでしょうか？やっぱなんかちょっと違うな。制御不能で言えばエルンストらしいという感じがするな。なんか逆にちょっと違うなっていう。まあでもな、まあエルンストはでも本当にほんの少しだけそういうことを言うかもしれないけど、そこまでなんかよく言う、あんまりにもなんかこれ以外にもよく言ってたから。答えをお聞かせください。ごめんなさい、お前ちょっと勘違いしてるぞ。了解しました。一人でのぼせ上がってあなたを苦しめてしまった。え、
お前その断られた時の反応もこんな淡白、お前淡白にするところ違うぞ許してください、もう二度とこんなことは言い出しませんから。まあまあまあ、言い方ちょっと、でもなんか、表情も誤ってちょっとあれだな、あんまり全然だな。今まで通り良い友人でいてください。そして今夜のことはどうか忘れてください。めっちゃ冷静だな、めっちゃ冷静、めっちゃ落ち着いてるやん。お前星一つやぞこれじゃ。夜風が強くなってきました。もう戻らないといけないですね。あなたのお部屋まで送らせてください。え？ここ。了解しました。一人でのぼせ上がってあなたを苦しめてしまった。冷静すぎない？許してください。冷静すぎない？もう二度とこんなことは言い出しませんから。いや、もう、いや、うん？ちょっと。いや、なんか他の人はまだちょっとあれなところがあるけど、これ今までで一番冷静じゃね？これ星一つ、まあ星一つの下に星なしってのもあるから、これ星一つでいいか。なんかこれが一番ダメなパターンじゃなさそうだけど、でも今までのよりは相当ダメだ。なんかダメというか私好みじゃないから、これは振られた反応評価は星5つのうちに1つだね。わっさい、今のところの最低記録出したぞ。エルスト、エルスト、大丈夫かエルスト。今日は楽しい。それでは私はこれで失礼します。エルスト、このエトワールのエルストはもう救えないの昔のエルスト、昔のエルンスト、昔のエルンストは消えたエルンストこんなんだっけあれエルンスト、次はゼフェルだけど、ゼフェルはな、まあ、ツンデレなところはまあそりゃ簡単に可愛くなるけど、でもさ、なんかやっぱりちょっとなんかいつもの乙女系特有のうっすら主人公をバカにするそういうセリフよく言ってくるもんな。なんか主人公なんか能天気のんき扱いするし、なんかな、うん、一番私本人とその星座と血液型の相性が一番良かったけど、このエルンストはちょっと違うな。昔のエルンストは良かったな。あと私、ちょっとコメディ要素も入ったエルンストは結構好きですね。その私の部屋へようこそという昔のリレードラマのエルンスト編めっちゃ好きだった。なんかアホ、なんかめっちゃアホかったから。なんかあれめっちゃ良かったな。あのエルンストが一番好きだな。なんか、その視力は圧倒的、視力は絶望的に低いですがみたいな、あなたをその視界の中、いつも視界の中心に置いていますみたいなこと、なんかよくわからない、あれよかったな。視力は絶望的に低いですが、あなたを見るときは常に視界の中心に入れていますいやー、このエトワールのエルンストがちょっと私的には救えなかったから、やっぱり昔のエルンストを懐かしんじゃうな。ああ、これは心ばかりの贈り物です。卓上掃除機お好きですか？そうですか。では早速使用法をご説明しましょう。例えばこのカップの中の液体も一瞬のうちに、あ、カップが割れてしまいましたね。すみません、はあ、私は女性の喜ぶものというのがわからなくて、いつもこのようなことに。